会社を変わらず田舎に引っ越した。本場ブラジルでカポエイラを習った。リモートでね、一度も会わずに恋人ができた。リモート規制でみんなに紹介しちゃった。インターネットがあってよかった。その思いを支えたい。 JPRS 2020年、気づいたこと、考えたこと、その声はネットに乗り、私たちは距離を超えてつながりました。 JPRS は .jp でインターネットのあるこの社会を支えていきます。 JPRS